皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、社内のスタッフから質問が来まして、お尻を鍛えるのに一番効果的な種目は何ですかということで、この動画をご覧になっていただいているお客様にもためになる質問かなと思いましたので、これに答えていこうかなと思います。お尻を鍛える種目といってもまあいろいろありますし、一番効果的っていうのも、じゃあ効果的というのはどういう意味なのか、どういう定義なのかっていうところもいろいろ考えていかないといけないんですけども、私が考える効果的の定義というのをまあいくつかね説明しておきたいんですけども、まずは特殊な道具を使わない、いくら有効なトレーニングといってもですね、ごく限られた一部の方しかできないような複雑な種目とか特殊なマシンがないとできないような種目っていうのは現実的ではないので、そういう種目は外していこうかなと思います。2つ目にですね、ある程度関節への負担が軽くなるような種目、怪我のリスクがあまり高くないような種目、トレーニングをする以上必ずリスクっていうのはできてくるんですけども、その中でも重い重量で腰とかね膝とか怪我しちゃう可能性がすごく高いけど、なんか有効だよっていうような種目っていうのはなかなかねお客様にもおすすめがしにくいので、そういう種目も外そうかなと思ってます。お尻の筋肉を増やすのにこう効果的、この3つですねの観点から一番お尻を鍛えるのに効果的な種目は何かっていうのを、私が考えるね一番の種目というのはブルガリアンスクワットではないかなと思います。片足でやるスクワットです。 Bレジェンドチャンネルでもですね、ブルガリアンスクワットのやり方紹介してますんで、検索していただければねやり方は分かるかなと思うんですけども、いろいろある下半身のトレーニングの中でお尻にかかる負荷がかなり大きくなります。バーベルを担いだスクワットとかデッドリフトなんかもかなりですねお尻に対する負荷は大きくはなるんですけども、お尻以外の筋肉にかかる負荷も結構大きくなってしまいます。例えばスクワットだったら前もの筋肉、デッドリフトでしたら腰回りの筋肉、背中の筋肉ですね、そういったところに結構強い負担がかかりやすいので、例えばこうスクワットをですね間違ったフォームでガシガシやってしまうと、女性の場合ですね下半身引き締めたいのに太ももがちょっと太くなってしまったとかですね、デッドリフトはですね安全なフォームがちょっと難しかったりするので腰を痛めてしまいやすかったりとかですね、まあスクワットもそれは一緒なんですけども、怪我のリスクも高いし、お尻以外の筋肉に負荷がかかりやすいという面もあるので、そういう意味ではですねブルガリアンスクワットの方がより軽い重量でできる分ですね、安全にお尻に集中して負荷をかけていくことができるので、こちらの方がお尻を鍛える種目としては優秀なのではないかなというふうに私は考えています。まあ、負荷の面で言えば自重でもですねかなりブルガリアンスクワットって負荷が高いです。女性なんかはですね最初自宅でブルガリアンスクワット自重でやるだけでかなりしんどいかなと思いますし、男性でもですね両手に10キロずつダンベル持つだけでもですねかなりしんどかったりするので、ちょっと設備が心もとなくてダンベルの重さがあまり重いものまでないとかですね、自宅でしかトレーニングできないような方にも無理なくですね取り入れていただける種目でもあります。あとは筋肉を効率よく大きくしてくれる、筋肥大させてくれるという点ではですね、ブルガリアンスクワットって下に下ろしていくとき、お尻の筋肉がぐーっと伸ばされるときにかなり強い負荷がかかってくれる種目なんですね。そういう筋肉が伸びてストレッチされているときに強い負荷がかかる種目というのは筋肥大効果が高いと言われてますので、そういう意味でもですねかなりお尻を鍛えるのに効率がいいと言えます。安全である程度誰でもできて強い負荷をお尻にかけることができるということで、このブルガリアンスクワットがお尻を鍛えるのにね一番適しているんではないかと私は考えています。もちろんですね個人の特徴とか目標とかね、いろいろな要素によってベストの種目というのは変わってくるので、これをね見ている方の中には他の種目の方がいいんじゃないかって考えている方もいらっしゃると思うんで、もしよろしければですねコメント欄で皆さんの考えるお尻を鍛えるのにベストな種目教えていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。